って言われてます。古田さん、古田さん、声出せ、古田さん、声出せ。なんか嬉しそうな顔してるな。レシーブも一緒ね。はい、最後。はい。指示して自分はやらない。多分やったら失敗するんで。ずっとマイク持ってます、ね。やりたくはないですよ。シュミさんやりたいみたいです。小田こさんどう？小田こさん。誰ですか？誰ですか？僕がいるんですね。小田こさんどう？めっちゃうまいです。めっちゃうまい？はい。何？ギャグのセンスもバッチリ。ギャグのセンスもバッチリって言ってました。言ってました言ってました。あみんな見ようだけやん。はい、ナイスとか言ってあげる、ちゃんと。はい、ダメだったらやり直しって言ってあげる。はい、だから基本やね。自分であのレシーブ拾う前は来いって言って、上がったら上がった。そう、レッド下げる人はレフトライトってしたい子たちよ。はい、当たり前だよ。バレて一人でやるもんじゃないでしょ。はい、みんなの協力じゃないとできんから、みんなでそこは言ってあげよう、ちゃんと。はい、よし、行け、はい、打つだけじゃなくてコースになってもらいます。ここに狙って打ってもらいます。ここって試合中もやっぱ真ん中のチャッチが決まるコースなんですよね。なんで狙ってもらったりして当たったところにコースが大事なんで、やっていきましょう。はい、はい、でみんな自分が取りに来てます。はい、開いてるんでよかったら。おい、やめろ。俺司会だから。あ、司会です。俺司会だから。司会でもたまにはちょっと。俺司会だから。やりたくない。いや、やりたいけど。司会だから。大丈夫、盛り上がっとるよ。大丈夫、大丈夫。いつもよりも声出てても。OK、よかった、よかった。普段からこうなってほしいってぐらいです。まあ、無理よね。そうですね。普通にだって練習だるいやん。そうです。え、ジュニアからっすか？中学。僕は中学からです。だるかったっしょ、中学からでも。あ、だるかったです。そんな毎回は無理よ。絶対今日は、あのもうやりたくないっていうのあるんで、その中の何人か絶対おるけんね。そうです、ね、まあ、それを今日俺が盛り上げるためにやってきたっていう感じ、はい、お願いします、はい、じゃあスパイクで当てて盛り上げてもらって、はい、日本語わからない。私日本語わからない。
まあ、ケビンさんにスパイク打ってくださいって、ちょっと来て。ごめん、ごめん。ケビンさん、スパイク打ってもらっていいですか？スパイク。はい。あ、俺のスパイクあんま強ないのに。マジで。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。いえいえ。はい、ノーアップ。ナイス。ケイト、ケイト、古田さんにスパイク打ってくださいって打ってほしいです。見てみたいです。マイク見てみたいです。あ、オッケー。すみません、無茶ぶりに答えていただいて。ありがとうございます。あんまぶっ込みじゃなかった。いやいや、でもよかったです。はい、まずはサーブに入るんですけど、まあ、ガンドに入るんですけど、はい、ナイスカット。はい、ナイスカット。これ真ん中に。おい、いい感じ。いい感じ。あーさすが、あーさすが、ポンポン真ん中に勝ちます。あーナイス。したら V リーガーレベルのサーブを古田さんに、俺古田さんからサービスエース取れる自信しかないです。古田さん、練習始まっていいですか？サービス取れる自信しかありません。マジで言ったげんな。お願いします。すいません。あ、来ます来ます来ます。別の人やなんか。わーい。あ、それ向こうの、ありがとう。向こうの。ちょっと嫌な人で。ちょっと嫌な人も買おうと思って思いっきり芝生やべ、小学生にこんなの教えたら行けよ。ちょっとまずいかもしれない。入る、ちょっと見よう。もう入るっすよ、いいサーブが。よっしゃ、うわーい。頑張れ。おうわーい、はい、すごい。これさ、VC ながらのさ、ジュニアのチーム教えよったんや。はい、この、今多分何年生？今2年生です。インサーブ入らんのよ。すごいすごいレベル、うん、普通にうまい、みんな、うん、魔球、魔球打っちゃう、魔球行くぞ。5、60万再生ぐらいされると魔球打ってんな。行くぞ、行くぞ。うまいです、本当。大丈夫か？わガチだ。うわあ。
すごいブロックがいた。ナイス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 。よし行こう。勝利。ナイスファイト。応援ね、応援。あ、みんな応援しちゃってね。応援したい方、応援したい方。あ、3人しかいない。3人しかいない。あ、ナイス。大丈夫、怒られないから今日は。どうですか監督。まあまあのデカいですね。さすが監督、見る目ありますね。おお、ナイスだ。おお、いけー、声でかい。お前ら声だねって言った。
実況実況実況。さあここで小田君のサーブ。ナイス真央、さすがだわ。さあ龍馬選手ここで。ここで打つのはケミーケミーのフェイントを上げる、取る、打つケミー呼んでるし、おーいいね、ケミー、こんなケミー選手かっこいいです。ここはゲームセットですよ。お疲れ様です。ナイス。これ終わりかな、これで。これで終わり。はい、ちょっと短かったかもしれないですけど、これでバレー教室、B キングのバレー教室終わりたいと思います。ありがとうございました。次は本当かな。あ、いいよいいよ。バレーを始めて、YouTube したのは、YouTube の始めたのは、初めのきっかけは何ですか？そうだね、YouTube を始めたきっかけね、話すとめちゃめちゃ長くなるけど、簡潔に言うと、社会人になって、こう、なんていうかな、今までバレエにすごい注ぎ込んできとったけど、社会人になった時に、こう、なんか、注ぎ込むものがなくなって、わあ、ちょっと、今までじゃダメだなってなった時に、ちょっとなんか変えたいなって思って、最初はね、僕たちを誘って、YouTube を始めました。で、その現状を打破したくて始めたって感じですね。はい。はい、ありがとうございます。バレエをしているときに一番ヒヤッとしたことは何ですか？珍しいっすね。最近で一番ヒヤッとしたのはね、さっきの決勝戦見た人、はい、上げると思いました、本当に。その時に一番最近はヒヤッとしました。ヒヤッとした時か、高いチャンスボール見せた時じゃない？その時あれ緊張するね、みんなね。あれ一番難しい、あれ見せた時が一番ヒヤッとしますね。はい、しょうもないミスした時に、そのジュニアの時とかにこうベンチをこう見たら監督が腕組んでた。以上です。わかるかな、みんな。なんかさ、監督の目が合うよね。わかるよね。ちらってベンチの方見たら監督もこっちにいようってなるよね。その時がね、一番小学生の中で楽しかった曲は何ですか？やっぱプールかな。はい、体育、楽しかったやつ。体育。体育。そうなるよね。そうなるよね。今日一日ありがとうございました。気をつけて。ありがとうございました。またよろしくお願いします。こっち見て、こっち見て、はい、チーズ、はい、チーズ、はい、OK です。ありがとうございました。